こんにちは、週末予報チャンネルのまゆです。夏から秋にかけてスズメバチが日本ミツバチの巣にやってきます。中でもよく目にするのが黄色スズメバチです。黄色スズメバチは日本ミツバチにとってどれほど脅威なんでしょうか。今回は黄色スズメバチの特徴と対策について紹介します。週末予報チャンネル。黄色スズメバチとはこのように体全体が黄色のスズメバチです。働き蜂の体長は17ミリから24ミリで、スズメバチの中では小型の方です。黄色スズメバチは様々な環境への適応力が高く、人間の生活圏にも巣を作るのが特徴です。少し高い場所に巣を作る習性があって、民家の軒下や屋根裏にもよく巣を作ります。このため人が刺されてしまうことも多く、危険性が高いスズメバチです。刺されると死に至ることもあります。ちなみに日本で蜂に刺されて亡くなる方は年間で20名ほどです。黄色スズメバチは肉食で、昆虫などを餌としています。害虫を食べてくれる益虫としての側面もあります。夏から秋になると日本ミツバチの巣箱にやってきて、ミツバチを捕食します。ミツバチのように花の蜜を一生懸命集めているのを見かけることがあります。これは外に置いておいた蜂蜜に黄色スズメバチが誘われてやってきた時の映像です。懸命に蜂蜜を集めていますね。黄色スズメバチは嗅覚がとても優れているので、蜂蜜や蜂蜜がついた養蜂器具を外に置いておくとすぐにやってきます。黄色スズメバチは日本ミツバチの巣箱の周りを飛び回って、1匹ずつ日本ミツバチを捕まえていきます。夏から秋には絶え間なく数匹の黄色スズメバチが日本ミツバチの巣箱の周囲を飛んでいることがあります。このように巣箱の周囲を飛びながら捕食しやすい孤立しているミツバチを狙って捕食します。黄色スズメバチはスズメバチの中でも小型ということもあり、慎重に狩りをします。捕まえた後は近くの木の枝などで肉団子にして巣に持ち帰ります。それでは日本ミツバチは黄色スズメバチに対して対抗策を持っているのでしょうか。週末予報チャンネル。黄色スズメバチがやってくると日本ミツバチは巣の出入り口に多数出てきます。そして黄色スズメバチが巣に近づくと体を振って黄色スズメバチを威嚇します。ダンスのようなお尻を振る可愛い威嚇ですが、黄色スズメバチは少しひるんでしまって近づくことができません。しばらく観察していても日本ミツバチはなかなか黄色スズメバチに捕まらないので、犠牲になるミツバチはそれほど多くはありません。こちらの動画は開放巣で黄色スズメバチを威嚇している貴重な映像です。巣の出入り口がないので表面のミツバチが一生懸命威嚇しています。なんと日本ミツバチは熱殺蜂起を作ってスズメバチを倒すことがよく知られています。テレビなどで紹介されるのはオオスズメバチの場合が多いですが、黄色スズメバチを熱殺蜂起で倒すこともよくあります。熱殺蜂起というのはスズメバチを多数のミツバチで囲うことで内部の温度を上昇させてスズメバチを熱殺するものです。ミツバチの方が高い温度まで耐えられる特性を利用しています。黄色スズメバチは日本ミツバチよりも2倍も体が大きいのですが、黄色スズメバチにとっても危険が伴います。巣箱の周囲に黄色スズメバチの死骸が何匹も落ちていることがよくあります。では黄色スズメバチがやってきたら日本ミツバチをどのように守ってあげればいいのでしょうか。週末予報チャンネル。実は黄色スズメバチの対策は何も必要ありません。黄色スズメバチは1匹ずつ日本ミツバチを捕食しますが、多い時には何万匹もいるミツバチの群れから考えるとわずかな数です。また巣箱の外にいるミツバチは年を取った働きバチで、若いミツバチは中で安全な仕事をしています。黄色スズメバチが来ても群れへの影響はあまりありません。とはいえ黄色スズメバチが巣箱の周りを飛び回っていると観察もしにくいですし、日本ミツバチの活動にも多少の影響はあります。飛び回る黄色スズメバチはバドミントンのラケットで叩くと簡単に退治することができます。ただし地面に落ちた瀕死の黄色スズメバチに足を刺されることがあるので気をつけてください。
また巣箱にキイロスズメバチがやってくるのが怖い方も多いと思いますが、安心してください。ニホンミツバチを襲いに来るキイロスズメバチに近づいても無視されます。攻撃されることはまずありません。スズメバチもむやみに刺すのではなく、自分の群れを守るために攻撃するからです。ニホンミツバチを襲っているキイロスズメバチに近づくのは十分に注意すれば大丈夫です。はい、最後までご視聴ありがとうございました。キイロスズメバチは生息域が広く、人間の生活圏に巣を作る大変身近なスズメバチです。ニホンミツバチを飼育していると間違いなくやってきます。心の準備をしておいてください。今回ご紹介したようにキイロスズメバチの対策は特に必要ありませんが、オオスズメバチについてはしっかりとした準備対策が必要になります。オオスズメバチについてはまた別の動画で紹介したいと思います。このチャンネルでは主にニホンミツバチの飼育や捕獲について発信しています。これからもいろいろな動画を上げていきますので、もしよかったらチャンネル登録やいいねボタンを押していただけるととても嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さようなら。